スライド映写機、スライド映写機、またはスライドプロジェクター、A、スライドプロジェクターとは、リバーサルフィルムによる写真を見るための光学機械である。スライド映写機は、写真フィルムに光を透過させて、映像、静止画を映し出す装置で、その多くではスクリーンに拡大投影することを目的とした。もともとは、厳冬機のようなガラス板に再色した絵図を投影する。 装置が存在したが、いつ頃から、幻灯機がスライド映写機に変化していったかについては、不明な部分も多い。その一方で、スライド映写機を幻灯機と呼ぶ者も,もいる。拡大するための映像や図表を、小さなフィルムに収めて、利用、保管することができたため、収納や、携帯の便が良く、また映写機によっては、数百人に同時に映像を見せることもできたため、 長らくプレゼンテーションや教育の場で使われ続けたが20世紀末より次第に他の方式にとって変わられるようになっていった後日。なお2000年代に入ってはほとんど使われなくなったこの装置だがパソコンのパワーポイントなどの情報機器で静止画画像を自動的に順送りにする表示方法はスライドショーとこれる。これは かつてのスライド映写機が得意とした静止画の連続表示になぞらえた呼び方である。スライド映写機は4つの部分から構成される。ファン冷却された電球などの光源、その光をスライドに向けるための反射鏡やレンズ、スライドのホルダー、スクリーンに像を結ぶためのレンズである。スライドの焼き付きを防ぐため、光源とスライドの間に平らな熱吸収ガラスが置かれることが多い。 このガラスは赤外線を吸収し、可視光を通過させる。光はスライドとレンズを通過し、スクリーンに大きな像が投影される。スクリーンの前方から投影する方式と後方から投影する方式がある。後者は自動的に連続投影するのに適しており、観客が光を遮る心配がない。欧米では、 スライド映写機は1950年代から1960年代には娯楽の形態として一般的であった。家族や友人が集まってスライドショーを楽しんだ。またそのためのスライドソフト、映像コンテンツも発売されており、映像とそのシートによる音声とでちょうど漫画のページをめくるようにスクリーンや壁に大写しにされた映像に興じたのでる。 こと家庭用では磁気テープによる録音手段が普及し始めた時代でもあり、家族の記録をスライドとオープンリール磁気テープとで残す人も見られた。また教育現場や学会では大きなスクリーンに写真や図などの資料を拡大投射できるスライド映写機は1990年代まで盛んに用いられ、小型軽量安価で動作の確実なスライド映写機は、 失敗の許されな学術発表においても信頼され続けた。ことに一般的な 35mm フィルムの機材を転用しやすいという性質は一般から学術用途でも普及していた 35mm カメラで撮影されたものがそのまま映像資料として利用できるということであり、また資料としてメガから複製しやすいことも大きな利点であった。こういった簡易的で扱いやすい。 映像資料は複数のスライドを収めた容器でカートリッジとも呼ばれるトレーを映写機にセットするだけで離れた場所から優先リモコンによって連続して映写できた。その後スライド映写機は大きな因果紙へのプリント、大画面テレビ受像機やビデオプロジェクターへのビデオデッキの接続、デジタル写真、DVD、ディスプレイ、デジタルプロジェクターにとって変わられた。ただその世代交代は 緩やかなもので、大学など、教育の場ではパソコンで作成された、プレゼンテーション資料はプロジェクタで、スライドのコマとして残る資料は、ビデオコンバータと呼ばれる、単焦点、ビデオカメラと、小さなスクリーンを内蔵した特殊なスライド映写機で、取り込んで、ビデオ映像としてか、フィルムスキャナでコンピータの画像として、取り込んだリベットスライド映写機を設置するなどの進行、接中状態での利用も、 まま見られた。しかし、現行のスライドは損耗とともに利用者も減少の一途をたどっており、2004年10月、コダックはスライド映写機の生産をやめた。国によっては、スライドを作ってくれる店を探すのも徐々に困難になりつつある。過渡期的には、デジタルデータへの変換などのサービスを行うところもあるが、変換作業を行った機器に依存して、スライドの駒では、 判別可能だった細部が情報として省かれてしまい、分かりにくくなってしまうなどの問題も見られる。スライド演写機は様々な場所で用いられたが、それには以下の要素に追うところが大きい。ただこれらの利点は、ビデオプロジェクタやデジタルプロジェクタの構成のおけ、小型軽量化、低価格化に伴い水を埋められ、逆に利用できる映像ソースを問わないこれら後発プロジェクタの発達に、 もい、時代遅れとなっていった。これ以外の欠点は以下の通り。また時代遅れになるとともに、機械工学的な技術で工夫を凝らされたこれら機器は、部品交換で済ませられる、電子機器よりも緻密で、アナログ的な整備、調整を随所に必要とし、これを扱いメンテナンスできる技術者が減ってしまった、ことも、スライド映写機が姿を消していった一因になっている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。